打艦の本数を再度確認。平成29年9月に採択された国連安保理決議第2375号においては、国連加盟国が北朝鮮籍船舶との間での洋上での物資の積み替え、いわゆる瀬取りを容易にし、または関与することを禁止しています。自衛隊は平素実施している警戒監視活動の一環として、こうした国連安保理決議違反が疑われる船舶についての情報収集を行っています。自衛隊では平成30年1月から7月までの間に、国連安保理決議違反である、いわゆる瀬取りが強く疑われる10回の事案を公表しました。なお、日米両政府間では北朝鮮が国連安保理決議で定められた年間の上限を超えた石油性製品の輸入を行っているとの認識で一致しています。これは6月22日の朝に、北朝鮮船籍タンカーユピョン5号と船籍不明の小型船舶が東シナ海の公海上、上海の南南東約 450km の沖合で横付けしていることを、海上自衛隊第一海上補給隊所属の補給艦浜名が確認したものです。距離、タイム、現在、甘美川を撮影中。若干クローズアップしてますよ。はい。もう今ブランド入ってます。映りました。このように国連安保理決議違反が強く疑われる行為を確認した場合には、政府として国連安保理北朝鮮制裁委員会への通報や関係国への関心表明を行っています。今後とも防衛省自衛隊は関係国と緊密に協力しながら、国連安保理決議の実効性を確保するため取り組んでいきます。